全国で相次ぐ熊被害についてデヴィ夫人が28日までに自身のインスタグラムを更新。それによりますと、熊による人身被害が頻繁に起きています。亡くなった方々、なんと痛ましくお気の毒なことかと書き出すことに始まり、熊がかわいそうだと、日本もアメリカを見習うべきだと。で、それはどういうふうにするのかと言いますと、アメリカでは麻酔で寝かして山の中に運び、そして餌とともに放獣すると、そういうやり方であって、そういうふうなことを日本も見習うべきだと、という意見を述べました。で、それに対していろいろな意見が寄せられたということです。俺はね、基本的にデヴィ夫人のこの意見は正しいと思う。だってどう考えたってクマかわいそうだもん。俺もね、そうするべきだと思う。で、それに対して意見というのはどういうものがあったかというと、殺さないという選択肢は理想だと思う。だけど理想通りにはいかないのが今の現状だと思います。殺さないという選択肢は理想だと、だけど今の現状だと理想通りにいかないというのが現実だと。そして綺麗なことだけを見て判断するのは間違いだと思う、なんていう意見がありました。で、これどうかな。でもこれデヴィ夫人は一般の方ですから、専門家の意見ではありませんので、一般家の意見としてこれ非常に参考になることです。だってデヴィ夫人に専門家の意見を求めてるんですかね、この人は。それは俺違うと思うね。一般の人の意見としてそういう声が出るの俺当たり前だと思う、というかそれが望ましいと思う。そういう気持ちを持ってなければ、うまくいかないんじゃないかな。だって一般の人の中に殺処分した方が人体に危害が加わる率は減るんだからいいって、ね、もうストレートにそう思う人っていっぱいいるわけでしょ。で、そういう人たちとこれデヴィ夫人のようなこういう意見、この2つの意見が競い合うことで正しい方向に導かれていくというのが俺は正しいあり方じゃないかなと思う。要するに結論でまとめて言うと、一般の方の意見としてデヴィ夫人のこの意見はものすごく参考になる貴重な意見だと思います。あとですね、さすがにいろいろと勉強不足のコメントすぎませんか。クマを餌付けすればどんなことになるか知らないんですねと。さすがにいろいろ勉強不足のコメントすぎませんかって言ったって、これね、やはりデヴィ夫人は影響力のある方ですので、それなりの勉強は必要なんでしょう。ですけども、一般の方の意見としてストレートにその声をいただくというのは俺すごい重要だと思うが、それを加味した上でいろいろな方針が決められていくというのが正しいんじゃないでしょうか。専門家の意見だけを参考にしちゃいけないと思うし、また一般の方が人体に危険が加えられる前に、あるいは作物を守るために早くクマをなんとか処分してくれという意見も俺は全く無視していいとは思わないので、そこら辺のところも加味して、それでいろいろと解決方法を模索していくというのが正しいんじゃないかな。あとはわけもなく駆除しているわけではないので、当事者じゃない人が干渉するべきじゃないと言っていますけど、これなんだろう、被害者だけ言えばいいって言ってるのかな。それは逆に何を言ってるのか俺は逆にわからない。だって被害者しか意見がないの、じゃあ裁判いらないってことだよね。被害者が決めればいいわけでしょ。それ裁判いらないってことだよね。それとも何かね、動物の場合は被害者だけで決めていいっていうこと言ってるのかな。あとはですね、山に返してあげるのが一番だけども、アメリカほど国土が広くない日本ではまたすぐ里に帰ってくるのがオチだと思うみたいな感じの意見ですね。これね、確かにそうかもしらんけど、でもクマっていうのは学習能力高いのでどうだろう。学習放獣って言ってね、わざと捕まえたクマに人間は怖いんだということを十分学習させてから放獣するという方法があります。で、猿やなんかだと俺微妙だなと思うんですよね。あそこら辺も頭いいけど、ただクマというのは本当にね、本来は警戒心ものすごく強い動物ですので、学習放獣案外うまくいくのかなとも思う。まあちょっとね、試す前にいいとか悪いとかっていうんじゃなくて、一度試してみるというのは一つのアイデアかもしれないな、これは。それとね、あとね、山の奥の方にね、話してまた持ってくるとかなんとかって言うけども、そうじゃなくて、戻ってくるかどうかじゃなくて、そのクマが戻ってこなかったとしても、その空いた縄張りには別のクマが入ってくるので、クマの数自体を響かない限りは、俺はこれ解決できないと思う。正直な話。本当は嫌なんだけどね。だってさ、そもそも日本には日本狼というものがいたわけです。そしてその日本狼がいた頃は、クマを、
クマをといっても成獣は無理ですけど、子グマのうちに捕食していたわけですよ。ですからクマの数が増えすぎないで間引くことができたわけで、その日本狼を日本人が淘汰してしまったわけです。となるとその日本狼の代わりを人間が果たしてやらなければならないと、うん、要するに狼のやってた仕事を人間は放棄するけども狼だけを駆除するというあまりにも身勝手なことをねやるからね、こういうことになっちゃうんですよ。だから本当はね、俺クマをねどうかすると嫌なんだけども、もう日本の生態系そもそも壊しちゃったのは人間だからね、だったらばそこに代わりになる解決方法っていうのはね、自然のバランス取るんだったらばクマの天敵をなんか入れるしかないわけで、一時はね野犬というのが増えまして、その野犬が日本狼の代わりニッチを占めたわけですよ。ですからまあまああれだったんですけども、野犬というのはそもそもが家畜ですから狼よりも里に降りてきやすいと、人間に対する恐怖心が薄かったと。ですから人間や家畜に対して被害をですね及ぼす確率が高かったわけです、実際問題として。ですからそれで、まあ駆逐してしまったと。そうなりますと、狼の代わりに野犬、でそれも結局ダメ。そうなると何かっていうとハンターなんですね。人間のハンターがクマを駆除することによってバランスを整えるしかなくなっちゃったわけです。ですけども山の動物をハンティングするというスポーツが最近は人気がない。まあわかるよ、だって野蛮だもん。何々は危険だ、何々はかわいそうだ、何々は虐待だと言いながらもハンティングというスポーツは容認されている部分があった。ですけどハンティングっていうのは何らかの動物が確実に死ぬということが前提にあるスポーツですから、こんな野蛮なねゲームはないですよね本来。ですからそれは時代とともにそれを行う人間が減っていくというのはわかる、ですけども、人間っていうのは狩猟とともに文明を発展してきた民族でもあります。もちろんね農耕なんかも重要でしたけど、狩猟というのも一つの文化の発展に大きな役割を果たしてきたものです。ですからそれを完全に廃止する必要も俺はないと思う、はっきり言って。だから捕獲闘争を決めるとかね、なんかね方法はあると思う。それにしてもクマだけじゃなく野生の動物を殺すのは俺ちょっと嫌だけどもね。でもしょうがないよね、だって日本狼人間が絶滅させちゃったんだから、もうそれ以外ちょっと、ないんじゃないかな。今更狼を放すわけいかないし、だってもう絶滅してますから。海外の狼持ってきたって足が違うわけですから、日本狼と同じ働きをするという保証はないですからね。だから俺のイメージとしては日本狼の代わりに海外の狼を放すんであれば、まだ野犬をなんかね利用する方がまだなんかできそうな気もしますけどね。ただまあ先ほども言った通り野犬というのはそもそもが家畜です。人間に対する恐怖心が薄い動物ですから、人間や家畜に対して、要するに人間の財産に対して被害を及ぼしやすいと、及ぼす可能性が高いという、そういう特質は考慮した上で行わなければならないという、かなりねどっちがいいのか矛盾しているようだけど、解決方法って人間がやるか野犬がやるかで、海外の別亜種の狼を放すよりかはいいんじゃないかなと思うけどな。どうなんだろう。続きましてが、確かにかわいそうだけども、クマが身近にいない人の意見だと。子供たちの学校への道のりでも心配だということを言っているんでしょうね、おそらく。まあ、クマのいる地域の人たちにとってということでしょうけどね。だけども、それはね、わかんねえ。だって、もうそもそもクマがいたわけで、そこに住んでたわけでしょ、今まで。だからそれはね、クマが増えすぎたことに原因がある。日本狼を淘汰しちゃった人たちに、それは言ったらいいわ。何度も言うようですけど、デヴィ夫人は一般の方です。一般の方の意見として、僕はこの心、気持ち、非常に重要だと思う。これを忘れてる人いっぱいいるんじゃないの、実は。あと、卓上の空論にしか聞こえないという。これはね、卓上の空論にしか聞こえないっていうのはね、それはね、じゃああなたは何を見て学んだのかね、それ熊のいる地域の人なのかな、この人は。
その人は逆に卓上の空論をちょっと勉強してた方がいいんじゃないかな。うん、だって切磋琢磨させないと、お互いの言ってることを理解するというのはそういうことだからね。だからお互いに勉強が必要っていう意味かな。うん、片方だけに勉強が必要だってのは俺間違いだと思う。で、結論としてどっちが正しいかとかじゃなくて、どっちもどっちなので、俺の本当の意見としては、どっちも勉強しないでそのままの意見を述べる、そしてそれを判断する人がいる。で、その判断する人はものすごくめっちゃ勉強が必要だということだと思う。うん、だって一般の人にめちゃくちゃ勉強してから何か物を言いなさいとか言ってるのはちょっと俺違うんじゃねえかと思う。うん、でそこら辺のことを十分に考えた上でいろいろと実際の行動に移すというのが望ましいんじゃないかな。でその行動に移す場合もこういう理由でこうですよとか、こういう理由だからここの地域ではこうしましょう、でここの地域はこうしましょうとか、あるいは捕獲するんだら捕獲するで年間何頭までは捕獲しないと本来の生態に戻せませんよと。推測にはなりますが、日本狼はこのぐらいのバランスでクマを捕食することによって日本の野生は保てられていたんですよとか、そういうことをやっていくべきだと思いますね。それというのは最近動物全般的に増えてます。イノシシ、シカ、サル、ね、そこら辺も全部増えてますから、そこら辺のものも全てオオカミの代わりをやる人間を増やしていかなければならないと。僕ね、家畜を殺して食べるっていうのもね、あんまりね気持ちよくはないんだけども、でもあれはもう本当の意味での必要悪になっちゃってます。悪とされは思わない人も多いぐらいにもう溶け込んでいます。で、それと同じように狼を淘汰してしまったバカな人間のおかげで我々野生動物にまでそういうことをやらなければならなくなってしまったというのが現状ですよ。もうこうなってしまったら次のもっと素晴らしいアイデアが浮かぶまではそうする以外にはもう何もできない、我々には。だって我々だって動物だもん。神様じゃないんでね、どうすることももうできません。